皆様ごきげんよう。いやー、先ほどね、昼飯を食おうと道を歩いていましたら、なんか100キロを超えたもうゴリゴリのハルクみたいな人がいきなりなんか絡んできてマジで。そしたらまあコラボでたくまたちからの、ドッキリだったんですけど、まあ、筋肉系 YouTuber だっけ、ジンさんっていうね、まあ、結構俺も見たことあって途中で気づいたんだけど、すぐおっめちゃめちゃでかいっすね。あ、なんか見たことある、そこに気づいたっすよね、普通に気づいた。うん、で、まあ、スパーリングしたいってことなんで、今からスパーリングをしていこうと思います。まあ、結構ね、100何キロあるそうです、100何キロ、うん、30キロ結構、30キロ差30キロ差っす。でも格闘技もちょっと経験があるみたいな感じで、で、まあ、筋トレもモリモリやってると思うんで、うん、パワー半端ないと思うんで体やばかったやばかった、やばいよね。多分、タックルがさ、軽自動車の衝突みたいな多分事故なんですよ、ね、事故が起きるんで、まあちょっとこっちも割と強めに行ってもいいかなと。おー、そう、過去一の過去一ぐらい、過去一本気で行ったらちょっとやばいかも。あ、ちょっとやばいですね、それ柴田みたいになっちゃうからまあなんでスパーリングをやっていこうと思います。もう本当に年末終わったばっかでスパーリングばっかやらせて佐々木くんは全然やらないしね。いや、そろそろ大丈夫です。そろそろ大丈夫、そろそろ大丈夫です、はい、そろそろやります。まあとりあえず体張って頑張りますよ。じゃあやっていきましょう。やばいっすよこれ。ベロ見てくださいこれ、もうこのここ三頭筋でしたっけ。はい、ここつけるのが結構難しいんですよね。三、はい、頭は結構つきやすいんですけど、こっち二頭っていうこの力こぶ側が、はい、突き詰め。あー、すげえ。うわ、待ってます。一回ちょっとやった方がいいですか。やば手の大きさ、手の大きさよ。おぉ、いや、マジで。あの肉体見て。じゃあ肉体関係ないから本気モードです今日はガチモード今、じいさんトイレ行ってるんですけども、ルール、何する、何がいいのかな。なんかタックル代わりの方がいいとか言ってたから、また僕です、僕です、ボクシングレスリングか、いつもの。まあ、多分ね、パワーとかパンチ力やばいと思うけど、体力ないと思うんですよね。あー、なるほど。パンチングマシーンの動画見たら、ジンさん見たことある、うん、やばいめちゃくちゃいくつやね、うん、300後半、うん、だからもらったらやばいと思うんで、闘牛士みたいにさ、いや、今のこれで買うしかない。で、体力を削って、最後はもう類似ラッシュ。ああ。その作戦ですか。その作戦でいきます。見てくださいよ、もう腕の太さがグローブと同じじゃないですか。腕の太さがすごいですか。俺の太ももより太くね。ほらのやばい、マジやん、俺の太ももより、あと腕のジンさんのこれは俺蹴りと思った方がいいね。カット最強高校生ぶりくらいなんで。あれですか、はい、高校の時なんかやられてたんですか。水の量みたいで飲む速度見た俺ビビったわ今まで。やばくない今コボコボいっとった人ではない、人じゃないよなんかさ、違う惑星のなんか人と俺が地球をかけて立ち向かうみたいな。うわぁ、さっきの顔面パンチ、コンタクト。ワンデーですか。ワンデーです。ああ、なんか早いと思ったよ動きが。俺と同じ波長で来るんだよ。
じがなく、ブレイクじいさん、ラストっす。ラストなんです。お、いいの入った。いやー、すごい。どうした？動きがもし早い。今、どうでした？いや、怖いっす。今度けど大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ちょっと動きが、ジャブがなんかフリッカージャブみたいな。なんかすごい服あったね。危なかった、危なかった。パンチもちょっと中が避けてたりして、でもパンチ入れると全部カウンター来るんで怖いね、マジで。みんな言うんだよね。いや、面白かったですね。面白かった。絵が面白いよね。迫力が強かった。こんな速いのってビビったもん、最初。動きがすごい機敏だった。体重に対してちょっと速い。体力ないですね。作戦どうだったんですか？見た俺のこれ。間違えた。やっぱエンジンが大きいから、時間は。分析する方が強い。酸素は。燃費が、アメ車並みの燃費なんですよ。エンジンばかりかって。なんか上でやられると重く感じないですか？めちゃめちゃ。だから柔術でよく言うんですけど、柔術黒帯の60キロの方が何もやってないなんか100キロぐらいの人より重くなる。あ、重いです、重いです。やっぱあの体重のかけ方とかさ、全然違うわけ。全然ひっくり返すようにしなかったですね。ベンチプレスは何キロ上がるんですか？マツ200。200？ 200？ 200はやばい。マジでやばいやん。200か。200ってやばい。だからもうこれぐらいいけたん。実際重さ的には。じゃあでも動くから俺がこれをずらしたんですよ。手を押さえたりする。重さ的には50。重さ的には余裕できるか。片手でね。すごっ。200。パンチ打つ。恐怖になるっていう初めての体験でした。本当怖いですよ、打つと。綺麗にカウンター全部入るんですよね。いや、不思議です。いや、でも楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。やばいよ、僕興奮されました。いや、でもすごかったですね。格闘技やったらやばそうだよ。長いと本当ですか。何キロぐらいまで落とせるんですか？でも80。80は5、6くらいですか。ヘビー級で行ってほしいよ。いや、マジであの途中のフックもらったら俺絶対失神するなと思った。途中なんかやべえのかも。やばいな。やばいよ。2月があって手でガードしただけで手こんな太い。えと思って。あの後ぐらいからちょっとリクルさんのパンチ力上がってきました。
いや、ちょっと急に直さないとやばい。いや、でもマジで楽しかったです。うん、ありがとうございます。いや、今日はありがとうございました。ありがとうございます。いやちょっとスパーリングフルボッコにされてしまったんでこのままでちょっと筋肉として終われないんで筋肉として今びっくりする感じで出てくる筋肉ワークでちょっと代表できてるようなもんなんでなんでちょっとすき家に行って牛丼早食い対決マジっすかここで勝ちたいと思いますマジで腹は減ってます飯食おうとして絡まれとるからねこっちはでそのままの流れでスパーリングしてるからねそうだよ何も食ってない消費カロリーだけ増えてます呼吸が戻らなくて今牛丼食べたら吐きそうですまあちょっとダメージを与えたんでこれでハンデみたいなやつそうですね半端ない一日どのぐらい食べてるんですかでも減量の時は3000キロ3000キロでやばいよね減量の時に3000キロですかはい普段のと4000か4500ぐらいです4500で4500でこの体維持できるんですかね一応できますねちょうどカロリー収支的に4500ぐらい地獄ですよねそのみくるさんからパンチ打ちたいんですけどこっちは当たんないのにカウンターばっかりさすがプロだなと思いましたねああよかったですね格闘技の方はちょっと勝負できてよかったですじゃあもう一ラウンドよし何言ってた言葉が出ないぐらいガチの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 勘弁してくださいですじゃあ好きやたいですねはいよろしくお願いしますかここでも勝つ気でいくから俺ちょっとこれ楽しみですねは1月30日に放送のダウンタウンデラックスに出演するんですけどダウンタウンデラックスが、僕たちの YouTube の撮影に密着するということで一緒に出演するネルソンズっていう芸人の方たちと今からスパーリングをやるんですけどそこで終わった後にネルソンズという芸人の中の和田まんじゅうさんにちょっとブチギレのドッキリをしていこうかと思いますレスリングやるじゃないですかレスリングの寝技もあり2人経験者だね確かそうそう、なんか全国大会も行ってるとか言ってて前僕たちのチャンネルで尾形さんとね3番勝負して、まあ、俺が全勝したんですけどその後輩みたいで叩きを打ちたいとね言ってるんですよ、うん、で本気で勝ちに来るみたいなのでまあちょっとこっちも本気出していこうかなおっあもう全然いっちゃっていっちゃっていやいやおい